カツラは、大日本帝国海軍の駆逐艦で、川形駆逐艦の四番艦である。同盟艦に、松形駆逐艦のカツラがあるため、こちらは、カツラや、カツラ愛などと表記される。1914年12月1日、クレ海軍交渉で寄港。1915年3月4日、浸水し、同年3月31日、竣工。第一次世界大戦では、 1917年から1919 19年までシンガポール方面警備と地中海の海上護衛に従事した。1932年4月1日に除籍。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び艦砲に基づく。軍艦基本計画資料シート14、艦馬艦正常備状態の値として、全長82.906メートル。 水仙町82.308メートル、水仙町79.260メートル、水仙幅7.325メートルとしている。日本の駆逐艦、P293 では、全長82.29メートルとしている。戦士創三31海軍軍船備一不表大、1、その2、対正9年3月長官邸用目等、一覧表その2駆逐艦による、 41式、戦士総書31海軍軍船備一不評大、1、その2、大正9年3月町官邸要目等、一覧表その2駆逐艦による、暗式8センチメートル砲ありがとうございます。